丸 F の方はやっぱりこうお食事と一緒にいただきたいなというか、ちょっと明るい気持ちでいただきたいなっていう印象なんですけど、黒生の方はなんかこういうバーとかでいただくようなこうナッツとかこうおつまみとか、ちょっと塩気の強いものとか香りのあるものとか、そういうものと一緒にいただきたいなっていう印象がありました。あとそうですね、なんか以前黒生と丸 F をハーフエンドハーフでこう飲むというその飲み方を教えてもらったので、これからは、はい、そういうのにも挑戦していきたいなと思いました。私は正直今まで黒ビールというものをあまり飲んでこなかったので、あ、苦かったりちょっと渋いっていうイメージがあるっていうのを初めて知ったんですけれども、でもこのアサヒ生ビール黒生を飲んだ感想としては、全然そういう苦いとか渋いとかっていう印象はなくて、やっぱまろやかさみたいなのがとても強く印象に残るので、でももちろんその丸 F とは違う黒生のその香りというか、その香ばしさみたいなものを感じるので、きっとこうその今まで黒ビールに対して苦いとか渋いとかっていうイメージを持ってた方も飲みやすいのかなと思いますし、私もとてもスーッと飲むことができました。最初の丸 F の CM を撮っていただいた時にインタビューで大人になったなって言った記憶があります。そのお酒の CM に出演することになったっていうことが、なんかとても大人になったなと感じる瞬間で、当時のインタビューにもそう答えてますし、ここ最近で言うとやっぱりそれなのかなと思います。行きつけのバーに一人で飲みに行くっていうことはほぼほぼないですけど、憧れますね。なんかそういういくつか行きつけというものがあるとなんか楽しそうですよね。今日はこっちにしてみようかなとか。でも例えばお友達が働いてて、そのお友達に会いにそのお店に行くっていうことはありましたね。もう最近はやっぱりこういう状況なのでなかなかないですけど、で、あとは本当にだから一人で飲む時って家にいる時だなと思うんですけど、特に雰囲気作りはしてないかな。でも以前はそのお酒を飲む時、ビールを飲む時は食事と一緒にっていう感じじゃなかったんですよ。食事は食事でいただいて、その後にお酒を飲む気分だったらお酒だけ飲むっていう感じだったんですけど、最近はその食事と合わせるっていう楽しさみたいなのを感じられるようになってきたので、うん、そういう日もありますし、やっぱり食事を終えてこう一息ついた後にこう黒生のようなビールがあればなんかちょっとそういう時間を楽しむみたいなのも楽しいですよね。黒生に合うおつまみとか、そうお気に入りとかをこれから見つけていけたらなと思います。今日もそうですけど、早朝から
頑張って起きて一生懸命皆さんとこう一つのものを完成させるために時間をかけて過ごした日、一日はもういつでもお疲れ様ですって言いたいですね、自分に。皆さんにもお疲れ様です。